こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、続人糞放置事件。立憲民主党愛知県議が高級焼肉店での人糞放置を完全否定。真相やいかに。昨日取り上げた立憲民主党愛知県議による高級焼肉店での人糞放置事件の件、なんか立憲民主党愛知県議が否定してるみたいよ。昨日の時点では高級焼肉店オーナーの主張やったけんね。立憲民主党愛知県議側の主張も取り上げんとフェアじゃないけん今日取り上げたっちゃん。立憲民主党愛知県議の主張がこちらです。2022年5月30日付の文春オンラインによる立憲民主党愛知県議所属議員による記事について、当県議として当日会食に参加した関係者全員に聴取したところ、記事中の事件に関わった事実はありませんでした。もとよりあるはずもありません。お店からは被害届が出されており、当県連も真相究明に向けた徹底的な捜査を求めます。2022年5月31日、立憲民主党愛知県総支部連合会幹事長塚本久志。どう思う？当日会食に参加した関係者全員に聴取したって、もし酔った勢いで床にうんこをしてしまっていたとしても、聴取されて「はいやりました」って言える？答えられんよね普通。それをさ、元よりあるはずもありませんと言い切るってなんか違うような気がするっちゃんね。それに焼肉店オーナーだってさ、文春に告発するって相当リスクを背負ってるはずよ。だって嘘ついたら店の存続に関わる問題やけんね。しかも昨日紹介したけど、かなり詳細な内容やったやん。匂いとか大きさとかね、その場の状況バリこと細かく紹介されてたけんね。ミルキーブルーは総合的に鑑みて、高級焼肉店のオーナーの告発は嘘じゃないと思うけどな。そんな嘘ついてお店としてメリットある？ないと思うけどな。まあ立憲民主党側もね、お店からは被害届が出されており、当県連も真相究明に向けた徹底的な捜査を求めますと言ってるけん、そのうち真相は解明されると思うけども、真相がはっきりした時、立憲民主党はしっかり公表してね。おそらくマスコミはこの人糞放置事件についてだんまりを決め込むはずやけんね。やけん立憲民主党さん、あなた方にかかってます。多くの人が今回のね、人糞放置事件に注目してるけん、決して闇に葬らないようにお願いしまんもす。ではご視聴ありがとうございました。それでは。